あとなんですか、ほら必ずテレビ見てたらね、うん、あの警察ものを必ずやるじゃないですか、年末年始ね、うん、あれはもうすごいですね。あ、そう、僕大好きなんですよ、うん、ね、もうなんか必ずほら犯人を捕まえる瞬間をね、うん、あの警察官バーッとこう追っかけたりとか、うん、ドキュメントですからやるな、もう見てるもワクワクするんです。そりゃそうや。ただあれ見てたら、うん、あの東京と大阪っていうのかなりこう違いがありますね。なるほど、差がある。ええー、なるほど、ちょっとそれやってみましょうか。はいはい。ここ東京、新宿や歌舞伎町、その番組何撮ってんの、やめろバカこの野郎、テレビお前何したの、やめろバカこの野郎、何したんすか、モザイクをちゃんとかけて、あ、モザイク、モザイク、あ、やめろバカお前この野郎、あ、見たことある、何やってんだ、うん、見せ目じゃねえぞバカ野郎、分かって分かって、場所変わってここ大阪道頓堀、大阪も怖い、お前何撮っとんねんこらガメラボケお前ずっとあかんでこら言ってまうぞこらボケ、何の犯罪やねんそれ、警察官もやめとけやめてこら、なんで入ってんの警察官まで、ヤジマもなかったなかったこれ、みんなやカメラさんも、うわすごいスクープだこれアホやすごいですよ、おかしなこと言うな、それが大阪のすごいとこですね。いやいや大阪そんなことないっすよ、いやそんな多いじゃないですかマジで、まあな。